おはようございます、バンです。今日はね、栗石集めというね地味な作業をやっていきます。こちらはいつもの渚なんですけれども、この辺りからやろうと思いますね。ちょっとこの辺に浮き出てきているね石とかもあるんで、実際にはあれよりもうちょっとこのくらいの石ですね。この辺で、何回も何回もかき集めてるんですけども、どうしてもね、浮きに出てくるんですね。やっぱりね、完全な砂浜ではないんですね。向こうの方はね割と砂っぽいんですけども、この辺りから北側は割とね、砂利っぽくなって、でどんどん石っぽくなっていくんですね。で、波が来てっていう風に、なるとですね、そうですね、2、3ヶ月に1回こう、このぐらいの石をね、回収すると、まあいつかは砂浜になるのかどうなんだっていったところではありますけど、まあいずれにしてもこんなん危ないんでね、回収して、でようやくね、あの、2つ目、この1つ目じゃなくて2つ目の、階段の手前ですね、あそこの裏詰めの石に使っていきます。で、あともうちょっとなんでね、そこに、グリ石が入れば、あそこの2つ目の石段のこの南側のね、石組みがまあできるかなというふうには思いますね。あ、この辺も結構石があるけど、これは あるね、うん、この辺も集めよう。というかこの辺から集めようか。あ、この辺も危ないね。はいはいはい、よし、こっちの方から集めよう。こっちの方が近いしね。改めて見たら、でもちょっとここもちょっと低いな。ここもいずれやり直すのか。まあちょっとそれは先の話だな。とりあえず今日はここの裏詰め、この辺ですね、この辺の裏詰めをやっていきましょう。それでは、あの辺から撮影しようかな。では、ビデオスタートです。
はい、どうもです。これ見てくださいよ、これ、鉄筋がね、砂浜に埋まってました。しかもここ、鋭利に尖ってますよ、これすごいでしょ、これ、三脚パイプ、タコマンヘッドがあったらね、こういう鉄筋を掘り出すのもね、まあできますね。以前は苦労しましたね。早く三脚パイプとタコマンヘッドを買っておくべきでした。もう一本鉄筋見つけてるんで、頭だけ出てるやつにちょっと苦労するかもしれないですけども、チャレンジしてみます。はい、どうもです。もう一本鉄筋上がりましたよ。なんたる簡単な鉄筋掘り。今までの苦労は何だったんだと言いたい。1日で2本軽々上がりました。鉄筋これぐらいのやつを上げよう思ったら1週間がかりぐらいでね、以前はやったんですけども、早く、タコマンヘッドと三脚パイプを買うべきでした。何か言えば気が済むんだ。まあ、とりあえず今日はこの辺にしておこうと思います。本日以上です。ではでは。